はい、皆様こんばんは、真鍋玲香です。今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。視聴者の、ね、方からこのようなコメントをいただきました。どうぞ。はい、すいません、本当に手ぶれとちょっと音楽がでかかったみたいで手ぶれはもうちょっとね撮り直しができないのでどうしようもないんですけど、音楽の方だけなし版で作ってみたので、もしよかったらご視聴いただいて、どっちがね見やすかったなとかよかったなっていうのをコメントいただければ幸いです。それでは音楽なしの動画スタートします。どうぞ。それでは参りたいと思います。やったうん、でもなんか帰りの写真と何にしようかな。お仲間に撮ってもらったり、すごいな、いい感じ。出ていきますよっていうだけ、バイバイ。悲しい。お船に行きましょう。一時変えたくない、なんかあやたかが間違ってだったみたいな。香川に全然関係ない。いいやん。もう半袖で行ける。うわ、海感ね。え、この石がいい。うん、自分の意見を肯定してくれてる、自信持って発言できる。今日も、しまっとったけど。はい。で、なんか見せるん？あ、どうぞ。色が可愛いね。お疲れ様。皆様いかがでしたでしょうか。なんか私的にはその音楽があった方がこう PR 動画としてこうプロモーションっぽくなって見やすいかなっていう風に思って、ちょっと音楽をね入れてみたんですけど、まあそのコトデンとかのね電車の音だったりとか自然の音をもうちょっと楽しみたいよっていう方は音なしの方が楽しんでいただけたかもしれないですね。ちょっと今はまだまだね、ちょっと模索しながら作っておりますので、まあ、今後もこういうご貴重な意見等をいただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、ちょっと近々今回の動画のロングバージョンをね
出してみようかなと思うので、なんかどれがいいかなっていうのを皆様から意見をいただきながら作っていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。